こんにちは。こんにちは。はい。じゃあ3連休2日目の、はい配信です。はい。はい。まあ、昨日からウエストオーバーオールズの、まあはい、パンツ特集。はい。はい、3段階。3本立て。3本立て、はい。はい。企画の第2弾でございます。はい。今日はちょっとね、新作という形で、ご紹介をしていこうかなと思います。ウエストヴィンテージ。はい、ですというシリーズ、はい、シリーズですね、はい。まあ、昨日ご紹介したウエストジーンズ、はい、でおそらく明日紹介する、パンツ、はい、とまたちょっと違う、なんでしょうね、まあ、ラインコンセプトコンセプト、うん、はい、ですかね。まあ、ウエストオーバーオールズを作る上でもともとあった、まあ、ルーツとなるヴィンテージですね、はい、ヴィンテージものっていうのをまあこうなんでしょう、新たに解析したりとか、まあ、新しいちょっとこう付加価値をつけて、はい、新しく提案するというウエストヴィンテージというラインですね、はい、なので、はい、まあ、ウエストジーンズに関してはもともとあるヴィンテージっていうのは、まあ、サンプリングはしながら、うん、新しいものを完全にもう全く別のものとして、はい、シルエットなんかも変えて作り直しているんですけど、こっちに関しては、まあ、本当にもともとデザイナーの達成さんが持っているものだったりとか、はい、まあ、あのヴィンテージっていうのを、まあ、解析してサンプリングして作っていく、はい、といったシリーズになってます、はい、なんですがまだこれしか入ってますね、はい、はい、もともとあともう2つですかね、はい、一型2色、はい、入ってくる予定です。はい、でそちらはデニムなのでそれはまたちょっと改めてご紹介しようかなと思うんですけれども、はい、先にちょっとこのね、まあ、パンツが入ってきたので、はい、ご紹介していこうかなと思います。まあ、名前1950、はい、という名前でして、まあ、名前の通り1950年代に、まあのまあ、にというか生産されてた、うん、まあ、ワーク系の、ね、パンツですね。ワーカーズチノですね、はい、ミリタリーベースというよりかワーカーズチノベースという形になるんですけど、はい、まあ、それをこうちょっとサンプリングして新たに作り変えたというものになります。まあ、なんでしょう、分かりやすく違う点でいくと、ウエストジーンズというのは基本的にサイドは巻き縫い、はい、という ね、 そうですね、あの縫製方法を使って、はい、どちらかというとこうシルエットに少しこうカーブが効くような、縫製方法にしてるんですけれども、はい、これに関してはもう思いっきり耳、いわゆる耳と呼ばれるものですね、はい、を入れてます。アウトシームのラインが全部耳です。耳です。なので非常に直線的に出るシルエットですね、はい、このいわゆるシームポケットからスッと、はい、内側は直線です、はい、直線です、はい、ただウエストオーバールズらしいところというのはやっぱり内側のこのラインですね、はい、はい、まあ、昨日の動画でもちょっと説明はしたんですけれども、あの、まあ、通常であればここの、ね、膝の位置っていうところであの角を取っていくんですけど、はい、その位置を少し上に上げてあげることであまりこういわゆる横脚にこう、ね、はい、見えないそんなシルエットを作っております。はい、で素材はもう完全にオーガニックの、まあ、いわゆる茶面と言われる素材ですね、はい、皆さんがお目にするあのいわゆるコットンの綿、白い綿、ふわふわっすね、はい、あれは改良されてね、はい、あのいわゆる染めやすいようになってるんですけど、茶面っていうのはもともとあった、まあ、コットンの原種ですね、はい、あのなんだろうな、トイプードルみたいなこうふわっとしたね茶色いふわふわっとした綿なんですけど、まあ、それを作っているので、まあ、こう少しねいわゆるカス残しみたいな感じになるんですけど、カス残しです ね、はい、こうちょっと茶色いブツブツっとしたのがちょこちょこ残ってます、はい、まあなんでしょうね、ここ最近は割とそういう、まあ、オーガニック、まあ、ブームまではいかないですけど、うん、まあまあ多いですけど ね、そういう茶面っていうのも改めてこう見直されてるっていう中で、はい、あえてこういうオーガニックな茶面っていうのを今回使用してます、はい、なので、まあ、まあ簡単にチノチノって言ってますけど、はい、あの非常に生地に風合いのあるパンツかなと思います、はい、なので結構履いた感じまだバキッとしてますね、ちょっと張りがある、うん、張りが正直あるので、はい、まあ、これをちょっとこう洗ってって履いてっていただくと、まあ、デニムまではいかないにしても少し味の出てくる、はい、そんなパンツかなと思います。はい、ですね、まあ、ちょっと細かいじゃディテールを紹介していこうかなと思います。はい、まずどっからいこう、ボタンからいきましょうか。まあ、フロントトップと言われるね、はい、この一番前のお腹のとこに来るボタンです、はい、まあ、これはいわゆる手付け、はい、手付けですね、のメタルボタンっていうのがついてます、はい、で内側は全部ジップになるんですけど、はい、よいしょ、はい、ですね、これもいわゆる、はい、まあ、通常のねパッと見は
わかんないかもしれないんですけど、いわゆるまあ面テープにコの字のパーツがついてま す, です、ね、ちょっと見えますかね。はいはいはい、まあ、これなんかはねこうヴィンテージの復刻ファスナーっていう形になるんですけど、はい、まあ、これもちょっとオリジナルで作ってます。はい、ですね、じゃあ続いて、先ほどもちょっと説明したんですけど耳の部分ですね。はい、まあ、いわゆるデニムとかだとね赤耳とかってこう言ったりすると思うんですけど、まあ、この茶面の生地にはこういう白い耳っていうの、まあ、生地の端の部分ですね、一番端の部分っていうのをこう縫い合わせて作るので、まあ、ちょっと非常に贅沢な生地の使い方っていうのをしております。はい、でこの耳に関しては、まあ、このサイドシームもそうなんですけど内側、まあ、ベルトの部分ですね。はい、見えるかな。ちょっとピントが、はい、こんな感じでベルトの裏側ですね。そうですね、はい、裏の部分とあとポケットにも使われてます。このシームポケットのベルトのシームのここですね、見返しの、ね、見返しの部分ですね、はい、ここにも同じように耳が使われているという非常にこう贅沢な仕様になってます。でウエストヴィンテージに関してはお尻のポケット後ろポケットにこういうちょっとオリジナルのステッカーですね、まあ、通常だと紙のタグみたいなのがつくんですけど、まあ、これはシールがついていて、あと内側のポケット右前かな、はい、右前ポケットですねの裏側にこういう同じようなモチーフのスタンプっていうのがついてます。はい、これですね。はい、というのがまあ細かいディテールになるんですけど、まあ、あともっと言えばねこう糸が違ったりとかもするので、はい、まあ、通常だとね、まあ、真ん中がポリでその周りをこう面でくるんであるというか、まあ、くるんであるか、まあ、壊しというか、ね、壊しというかね、使うハイブリッドメンチ、ハイブリッドメンチっていうんですけど、まあ、これに関しては加炭紙といういわゆるまあ綿100、はい、銅生地、まあ、銅色か生地色の銅色の綿100 綿100の生地加炭紙というのを使っているので、はい、まあ、非常に風合いっていうのが経年変化も出てくるんですけど、まあ、ちょっとね切れやすいという、まあ、ポリに比べると、うん、少し切れやすいっていう、はい、まあ、難点があるんですけど、まあ、それもこういわゆるヴィンテージらしさっていうのを今後出していくための味と捉えていただけたらいいのかなと思います。はい、はい、という形でご紹介してきました。はい、まあ、今回のこのウエストヴィンテージに関して、まあ、もう一つ、まあ、おすすめというかね、はい、まあ、おまけみたいな、おまけみたいなのがついてまして、はい、まあ、本来だとねこうオリジナルのボックスっていうのがつくんですけど、まあ、今回からちょっとね、はい、ウエストヴィンテージに関してはこの U-Pay というまあ、これ銅板になるんですけど、まあ、こういうおまけがついてます。はい、で、まあ、ユーペイあなたが払う、まあなたのおまけっていうことなんですけど、まあ、昔こうジャック・ダニエルとかのね、うん、おまけについていたこういう、まあ、男気じゃんけんみたいな今で言うこれをくるくる回して、まあ、負けた人がその場の飲み代を全部払うという、はい、まあ、そんなちょっとね小ネタというか、まあ、遊び心のあるおまけがついております。まあ、線抜きなんですけどね、うん、はい、なのでまあ何でしょうキーホルダーとして、はい、つけていただけたらいいなと思うんですけど、まあまあこれを今回じゃあ最後で終わろうかなと思います。はい、じゃあ回してみます。じゃあアイスコーヒーおごりで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。